高村理。はい、頑張ります。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を覆わんとしていた。とある土地に高村理という舞姫がいた。明るく綺麗な彼女の舞に心動かされぬ者はおらず、怯える者は勇気を、辛い者は強さを、悲しむ者は希望を受け取った。そして彼女には舞姫とは異なる裏の顔があった。悪行を働く貴族の罪を暴き悪を討つ、それが彼女の真の仕事である。高村理は人々の幸福を願い、こたびもまた新たな任務へと赴く。グリーンヘル。高村理 VS タムタム、いざ尋常に一本目勝負。カーだ、どうかしら、ここよ、どうかしら、ふっ、ここよ、せよ、どうせよ、もう、できる、バグネットや、もう、ムラムラ、どうかしら、ここよ、ここで勝者高村理。これ以上怪我じゃ済みませんよ。二本目勝負。高村理、今日の舞はここまで、続きはまた今度。あなたの動きも舞といえば舞なのでしょうか。ガレオン戦場。正義が俺を呼んでいる。さあ行くぜパピー。高村理 VS ガルフォード、いざ尋常に一本目勝負。ヒッタッシュッタッ、ここよ、どうかしら、タッ、ここよ、ヒッ、どうかしら、ここよ、ラスワンプレイ、ここよ、ダーヘイ、ラスワンプレイ。勝者高村理。好险呀。二本目勝負。どうかしら、
ここよ。さあ踊りましょう。どうかしら。ラストプレイ。さあ。ラストプレイ。ここよ。最終戦勝負。どうかしら。ここよ。どうかしら。ここよ。これ以上は。ゴー。さあ。どうかしら。勝負あり。勝者高村理。今みんなの幸福のために戦っています。今度は敵じゃなくて味方として会いたいですね。外竜島牛の国高村理 VS アースクエイク。いざ尋常に一本目勝負。こっちです。2本目勝負。さあ踊りましょう。気に入っていただけましたか。どうかしら。ここよ。どうかしら。ここよ。これ以上怪我じゃ済みませんよ。最終戦勝負。どうかしら。ここよ。どうかしら。ここよ。どうかしら。ここよ。どうかしら。本当は戦いは苦手なんですけど、なんとかなりました。あな悲しや、あな苦しや。
憎し。洛中三門前、宝尊利 VS 鞍馬夜叉丸、いざ尋常に一本目勝負。こっちだ。どうかしら。ここよ。これ以上は怪我じゃ済みませんよ。二本目勝負。これ以上やればリーたち以外に迷惑がかかります。いいですね、この戦いはこれでおしまいです。カムイコタン。メガネ、私のメガネ。ここから先は私の領分、どうぞお引き取りくださいませ。宝尊利 VS ウーレイシャン、いざ尋常に一本目勝負。これ以上は怪我じゃ済みませんよ。2本目勝負。リの仕事はここまでですね。それではさようなら。本当は戦いは苦手なんですけど、なんとかなりました。外流島。
羊の国。売られた喧嘩は買う主義でね。覚悟してくれよ。コーソンリバーサスダーリーダガー、いざ尋常に一本目勝負。ダーハッキャッチェルドシリーズ。もうひっどうかした。ここよ。これ以上怪我じゃ済みませんよ。2本目勝負。こっちです。リの舞、どうでしたか？気に入っていただけました？最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できた頃、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。うずき、あんたもこの先に用事かい？奇遇だね。俺もさ。コーソンリバーサス徳川義虎、いざ尋常に一本目勝負。なでしこ。ここよ。おら。なでしこ。どうかしら。ここよ。どうかしら。ここよ。上だぜ。おっと。ナデシコ！ナデシコ！ダー！ディア！ディア！おら！ダー！ダー！ダー！踊りましょう！気に入っていただけましたか？とは…コーソンリ、これ以上怪我じゃ済みませんよ。二本目勝負。取れるだろう。しゃあ。どうかしら。すごい。
き出せ。ここよ。踊りましょう。楽しかったぜ。勝者コウソンリ。美の仕事はここまでですね。それではさようなら。不思議な方ですね。どこか人の心を掴んで離さない魅力があります。熊の鼓動。あなたはナコルルさん。この世界で会うなんて。訳は話せませんが、ここで眠っててもらいます。あなたは一体。いえ、この先は危険なところです。見逃すわけにはいきません。コウソンリ VS ナコルル、いざ尋常に一本目勝負。ルル、ありがとう、ママ母。二本目、勝負。これ以上は怪我じゃ済みませんよ。最終戦勝負。しばらくそこにいてもらいますね。安心してください。あなたの分までリが責任を持って戦います。なればいい。静か千年桜。辛い、苦しい、憎い、何もかも滅べ。
リ、頑張るから。フォーソンリバーサス静か御前、いざ尋常に一本目勝負。許せぬ、この世が、そなたが憎い。最終戦勝負。
勝者ホーソンリ。ハオシェンよ。私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっ向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。まばゆい光の中、高村里の耳元でありがとうとささやく声が響く。まぶたを上げた彼女の眼前に飛び込んだのは、荘厳で美しく咲き誇る桜の姿だった。吹雪く桜とともに舞姫は優美に踊る。ひらりひらりと宙に舞う桜は、まるで怨念から解放された静か御前の喜びを表すかのようであった。不幸に脅かされる人々を守り、幸福を与えるために高村里は戦う。だが世界に不幸をもたらした静か御前もまた、己の幸福を探す哀れなさまよい人に過ぎない。悪人の罪を暴き、その報いを与えてきた高村里。しかし静か御前は今までの悪人と同じとは思えなかった。彼女のような人が二度とこの世に現れてはならない。決意を新たに高村里は帰路へと着くのであった。苦難を伴った旅路を終え、任務を果たした高村里は慣れ親しんだ日常へと戻っていく。表では優美な舞で人々に幸福を与え、裏では悪人の罪を暴いて婿の民を守る。輝く正義の心を胸の内に秘め、彼女は今宵もまた秘密の任務のために暗躍する。そのまぶたの裏には、異国の地で見た満開の桜と光の中で微笑む女性の姿があった。